はい、ということで皆さん見ての通り久しぶりのケイスケ登場です。ミラーズ初代キャプテンです。よろしくお願いします。ケイスケチャンネルをご覧になっている方は分かると思うんですけど、2022シーズン J1 のサガン鳥栖に入団をして戦力外通告を受けて東京に来てくれて今撮影をやってます。はい、 YouTuber からプロになった唯一の人間で、一応本当に世界初じゃないですか。いや、でも YouTuber から J リーガーは J1 やから。裏話あって、うん、これ僕の憶測でしかないんですけど、うん、大学で立正大学、当時関東一部リーグで、うん、まあ、一応日本で一番レベル高いって言われてるリーグ戦でプレーしてて、その時のプレーをサガン鳥栖の方が多分見ててくださってて、オファーするまではない、興味は持ってた、はい、興味持ってたぐらいで、多分そのサガン鳥栖のキーパーの一人の子が怪我しちゃったんですよ、うん、今シーズンはプレーできないぐらいの怪我やったんで、多分キーパーを探してて、うん、大学の時興味あった深谷が、うん、YouTuber だから仕事正社員とかじゃないからすぐに辞めてこれる。確かに、うん、すごい。そうだと思うよ。いや、てか、そうじゃないとありえない。おかしいっすよね。ありえない。06のキーパーなんか取らん。J1 が06、6失点するし。取らん。所詮レジェンド相手に勝ってますから。ギリギリ、しかもロスタイム上がってきて、あれは俺、僕話したいことあって、うん、最後 0-0 でやっぱり最後決めて勝ちたかったじゃないですか、うん、でもあれ本当にやらせなしだから、うん、僕は那須さんに言ったんですよ。ラストプレイって言ってて、うん、じゃあ僕上がっていいですかって言って、那須さん上がって上がって上がっていいみたいな、で上がっていいよって言われて、俺めっちゃダッシュで行ったんですよ、うん、そしたら途中で圭吾くんがもう女性始めてきて、だって俺知らなかったもん。俺もそうやね。俺あの喜んでるシーン見て、なんで圭介いんの。いや俺は天気屋であーってやった時に圭介バリ近いからえって俺蹴ったシーン中いないよね、まだアークにやっと差し掛かったみたいな、まだもうみたいな。でそれめっちゃ悪いやん。でタカくんが決めて、だから喜び、だからめっちゃ早かったね。めちゃめちゃ早かった、めちゃめちゃ裏話だな。めっちゃ悪いよ。俺らも知らないもん。俺ら知らないもん。その中でやっぱプロ入って1年で契約満了なわけじゃん、うん、プロの世界はどう。厳しい世界っていうのは分かって入ったんですよ、まあ、分かって、まあ、でみんな言うじゃないですか、チャレンジで言ってるわけだ。タカくんも圭吾くんも行くときに楽しんで来いよみたいな、多分スタンスやったと思うんですけど、うん、でもプロになってから勝負だぞっていう、甘くないぞっていう言葉はいろんな人に聞いてて分かってるつもりだったんですけど、入らないとやっぱり本当の厳しさ分かんないですね。何が違うかって、そうスタメンで出てる選手と、一つは自分のプレーを一つ一つ説明できるかどうか。僕の場合はなんとなくそのポジション取ってたりとか、じゃあなんでそのポジション取ってんのって言われてもあんま説明できないんですけど、多分パギさんは味方がここにいて相手がここにいるから俺はここに取ってるんだって多分ちゃんと説明できるんですよ。常に考えてプレーするんですよね。もうあとメンタリティすごいですよ。ミスしたとしても絶対にブレないです。その後の振る舞いだったりとか、その後の次のプレー、普通だったらビビっちゃうじゃないですか、うん、チャレンジできるんですよ。ありえないですよね。僕からしたら相手にどう見られるとかもやっぱ大事やん。キーパーのメンタルが言ってたら、だってそこ詰めに行くもん。小学年って俺詰めに行くから、あいつもういけそうだなとかあるもん。そう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 、なるほど。それをひっくるめるとさ、やっぱり外人って強いよ。日本とじゃあ外国で何が差があるかって言ったらさ、メンタリティだと思う。俺オーストラリアでプレーしてる時も自分がミスるじゃん、もうめちゃくちゃ人のせいにするから、あいつは。すごいな。日本人のいいところってさ、ベクトルを自分自分っていう、向けすぎてもね。そうなのよね。で外に向けることに対して結構批判される、うん、批判されるんですね、うん、それは多分気にしないの外国人。多分メンタリティどうなってんの。もうそれはもう環境ですよね、教育環境とか国民性とかも全てあるから、ね、いややっぱメンタリティだ結果。メンタリティだ。いやでも本当にメンタリティだと思うっすね。一番は僕が試合出れてないっていう状況が1年間続いたじゃないですか、うん、その時に出れてないことが当たり前になっちゃったっていうのがあって、いやめっちゃ俺もそうだった。何してももう無理だもんってなりかけ、いやいやめっちゃ上がる。でもそれは絶対になっちゃって、ポジション取れって奪えみたいな、みたいな。いやめっちゃ上がる。だけどそこに対してそれじゃダメだって誰でも分かるし、俺も分かってたし、だけどそうなっちゃうみたいな、その自分との戦いで、いやそれめっちゃ上がる。どう打ち勝つかで俺は勝てずに、あ俺もそう。個人分析でさ、明らかにこの人より劣ってるなとか分かるじゃん、うんうん、分かっちゃう。正直自分の中で、うん、振る舞いでは俺なんで出れないの、うん、みたいな振る舞いを周りに見せたから、うん、そうやな、そうだな、そうダメなわけであって、そこもでも見せすぎると勘違いってもなるし、なるし、むずい、むずいのよ、むずぎる、むずい。僕が契約満了になった時にみんなが話しかけてくれたりとか、もっとこうしたらよかったかもねみたいなことも言ってくれて、その時に一番刺さったのは、ケイスケは見せ方が悪いって言われて、うん、筋トレをしたりとか、うん、自主練したりとか別にやってはいたんですよ、うん、じゃあそれをどうやるかっていうのも大事だと思ってて、
人で黙々とやってることがよく見えるのが、うん、コーチ陣を使って、うん、コーチ陣と一緒にやるのかとかでも、うん、見え方変わってしまうと思ってて、ね、うん、こび売りとはまた違うよね。そうです、人の見せればいいってもんじゃなくてみたいなね。すごい難しいよね。それ難しいです。めちゃくちゃ難しいね。でも結局試合に出れないってことは見せる部分がそこしかないんで、練習中と例えば自主練だったり、うん、アピールの場がね、はい、ってなってきたら、そこをじゃあ誰にも見えないところでやるっていうのはもちろん大事ですけど、うん、それは前提でどうやってアピールするのかみたいなところをもうちょっと考えた方がよかったですね。ピッチ外の駆け引きとかもあるよね、はい、ある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 。今後はどうするの？ J 以上のチームからオファーがなかったら辞めるって言って、はい、辞める方向になったわけで、プロとしては、はい、動画が出る頃には決まってると思うんですけど、うん、1月中旬までに J のオファーがなかった時点で、うん、プレイヤーとしてワールドカップを優勝するとか、うん、J1 で優勝するっていうところはやめようと思ってて、っていうのも線引きしないとズルズルいつまででもできちゃうじゃないですか。ちゃんと僕の中で線引きはしたいなと思ってて、それを J リーグの世界で生きていける時はもう全力で J リーグ、まあ、サッカー頑張りたいと思いますし、もし J リーグでできなくなったらまた別の角度からサッカー界に貢献したいですし、サッカー界をなんかもっと変えたいなと思うんですね。楽しい。あのワールドカップの時ぐらいの盛り上がりが欲しい。マジで欲しいです。そうだったら一時的な盛り上がりになってしまうもんな、はい、今はそうやって盛り上がってったら多分ワールドカップ優勝にも近づくと思うんですよ。一つ裏話あって、最初にタカ君に会った時あるじゃないですか、うんうん、ウィナーズの指導、一番最初の、ね、一番最初の時に、うん、シャワールームでタカ君と一緒になったんですよ。その時 YouTuber としても全く結果出なくて、うん、その時プロからのお誘いも何もなくて、うん、就活もバリバリしててやってたね。でその、うん、リアルな悩みをなぜかその日に会ったタカ君にぶちまけたんですよ、うん、ね、でタカ君に言ったら絶対にやりたいことやった方がいいって言ってくれて、しない決断できて、うん、最終的にプロサッカー選手になったんですよ。ありがとうございます。結局やりたいことやらないと、いや本当に思う、次行けないからね、マジで思う。その一歩を踏み出せるか踏み出せないかって話だけど、その一歩って結構難しいね。リスクはあるからね。リスクはある。リスクを負わずにやりたいことやるっていうのは正直無理だと思うんで、自分の好きなように生きるって、うん、そんな甘いもんじゃないけど、チャレンジしないとでもそれは手に得られないから、ね、得られない。宝くじと一緒だから。宝くじは当たらん。宝くじは買ったものしか当てれない。そうそう、私はね。やろうみんな。長くなりましたけど、でもこれいい話だと思うよ。結構いろんな話があった、うん、マジで。また何かあれば、はい、ね、よろしくお願いします。この後ね、ちょっとボール一緒に行けるんで、確かに確かに、そっちの方も、はい、お楽しみください。見てください。ありがとうございました。